港にはきっと豪華料理とかありそうだよね。当たり前じゃない。なんだってこのイオリちゃんを呼ぶくらいなんだから。それもそうか。まあこの渋いイケメンコンテストというのは何なのかしら。ねえねえ、ここは琵琶が名産なんだって。いろいろあるよ。琵琶ケーキに琵琶ジュース、琵琶組に琵琶漬けなんてのもあるね。琵琶漬け美味しそうだな。帰りに買うか。思ったより山深いところなんだな。次の山は越えたところにあるみたいです。